私の名前は。アニス。私は、ブケパロスと言います。覚えておくわ、ネオン。あなたは私の子分だから。私から、200万クレジットを借りました。余計なことをする必要はない。全部覚えてる。本当に記憶消去されたの？された。それもはっきり覚えている。隠したのね、ラピー。おお、記憶消去が効かないこともあるんですね。あ、ところでこれ、バレたらどうなりますか？多分、また試すでしょう。それでも同じことが起きたら。処分されるわよ。ある意味、イレギュラーだから。そう。例外は認めない。それがアークの芯だから。指揮官、この件を報告するかどうかは、指揮官の判断にお任せします。あのおじさんね。信じてもいいの？だいたい何を企んでいるかもわからないし。じゃあ、このまま放置しますか？問題ないんじゃない？私たちさえ黙っていればいいんだから。記憶消去された奴と仲良くなるのは結構難しいよ。そうですね。もし、何らかの理由で、私たちが脳をスキャンされたら、このことがバレるかもしれない。あ、それは簡単に解決できる。捕まった瞬間、脳を燃やしてしまえばいいの。そしたらみんなハッピー？はぁ、全然ハッピーじゃなさそうです。もしそういうことが起きたら、指揮官様を売るしかないかな。今、この会話は、私たちの意見を伝えているの。でも、最後の判断は指揮官様がやるしかない。ニケは指揮官の命令に絶対服従する。私たちは指揮官様に言われて秘密にしていた。そういえばオッケーだから。もしバレてしまったら、師匠は。首かな？最悪の場合、アウターリム行きでしょうね。でも結局、そういうものかもね。団体のトップって自由に判断できるけど、それに伴う責任は取ってもらう。ある意味真の自由人とも言えるわよね。あのアニス、もしかして怒ってますか？うん、当然怒ってるわよ。どうして？当然じゃない。秘密にするなら最後まで秘密にするか、喋るならその場で喋った方が良かったのよ。ここまでその話を持ってきて、みんなを困らせてるじゃない。とにかく私たちは今、困ったことになったのよ。正確には、指揮官様がね。ラピが帰ってきて嫌なわけではないんですね。そんなわけないよ。嬉しい。嬉しいよ。めちゃ嬉しい。あの子見てよ。あんな性格の子と仲良くなるまでどれくらいの時間かかったと思う？ようやく心を許せる友達になったし、その友達が無事に帰ってきたのよ。嬉しいに決まってる。でも、それはそれ、これはこれ。こっちの立場は考えもしないで、ふらふら戻ってきては、記憶が消えませんでした、とか言って。後のことに対する判断を私たちに任せてる。気に入らないわ。ごめん、そこまでは考えていなかった。謝ることないわ。同じことしなければそれでいいの。まあ、こんな珍しいことがまた起こるとは思えないけどね。それでどうするの、指揮官様？大丈夫でしょうか？私はいいと思いますよ。よし、じゃあしっかりやろう。指揮官様、私たちに命令して。ラジャ。わかった。はい。あ、そう
ば私はスパイですけど、これって言っちゃダメなやつですよね。ダメじゃないかしら。うわ、二重スパイ。わあ、かっこいいね。